休日をより楽しく、より豊かに。都会の喧騒を離れ、自然の風や香りを感じながら自由な時間を満喫しませんか？一歩外に出れば、そこには様々なレジャー、楽しみ、遊びがあふれています。今回は茨城県の管理釣り場、若栗フィッシングの森でルアーフィッシングを楽しみます。ちょっと一瞬たるんだのね。じゃーん、はい、30目指してください。そして街歩きは茨城県水戸市。歴史ある街にはたくさんの驚きと新発見が詰まっていました。自由な大人の休日ガイド。こんにちは、自由な大人の休日ガイド、石原あつみと新井沙織です。今日はですね、はい、茨城県水戸市にやってまいりました。この後ろがね、水戸といえばね、水戸港も、ね、近いとこから思った。原寸大か分かんないですけどね。そんなことでですね、はい、今回もですね、大人の休日の楽しみをたくさんご紹介したいと思うんですが、はい、このね、あの方いなくないですか？気づいちゃった、はい、そうなの。村田さんがですね、はい、昨日私のところにメールがあって、どうしても用事があるんだったけど、うん、だから来れないらしいのよ。サボりサボりいないからって言っちゃって。え、でも大丈夫ですかね、私たち2人だけって初めてじゃないですか？そう、だから初なのよ、ね、若干ちょっと心配はあるんですけれども、うん、観光大使なくて大丈夫ですかね？そうなの、肝心な時にいないんだよ ね、まあ、でもせっかくなんで、うん、一緒に楽しみましょう、ね、2人で、ね、2人ならではの楽しみ方をしちゃいましょう。ちょっと行ってきます。はい、こっちから行きましょう。江戸時代から茨城県の中心地として栄えてきた水戸市。交通の要所に位置しており、県外からも多くのビジネス客、観光客が訪れています。さあ、水戸といえば真っ先に思いつくものって何？はい、はい、納豆そうなんです、納豆、まあね、水戸納豆有名ですけれども、はい、その中でも有名な天狗納豆っていうのがあって、それがね、じゃ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 ん、こちらなんです。総本家ですって、ね、なんかね、うん、中で作ってるんだって。あ、ここでまさに作ってるんですね。あ、ちょっとお邪魔してみない？行ってみましょう。明治22年創業、水戸で最も老舗の納豆のお店、笹沼五郎商店。こちらで製造している水戸天狗納豆は数々の賞も受賞している有名ブランドなんです。あ、納豆の香りしますね。すごいしますね、うん、あ、いっぱい並んでるよ。並んで、え、うわ、すごい。あ、これわら、わらストイリーです、はい、わらに包まれてるやつですね。へー、なかなか目にすることがないので、うん、そうですね、うん、まあ、納豆の原点、原点、原点、はい、納豆菌というのはこの稲わらにつく枯草菌、枯れ草菌を、あ、が作用して発酵されると。発酵される。なるほど。昔は偶然の発見で、うん、わらの中に入れてたのが偶然で粘るお豆ができた。偉かったと思いますけど、ね、なかなか勇気が、ね、入れますよね。なんか面白いね。面白いですね。見たことないですか？見たことない。なんか書いてるよ、納豆の原点です。納豆その作り方とか、それの上に展示室がありますので。本当ですか？お勉強できます。私たちも入っていいんですか？はい、あ、じゃあちょっと早速、あ、行ってみましょうか。ちょっと行ってみましょう、はい、お邪魔します。お店の2階にある納豆展示館、一体どんな施設なのでしょう？上かな、ここですかね、うん、行ってみよう。あ、こんにちは。こんにちは。こちらお邪魔します、はい、方ですか？はい、笹沼と申します。笹沼さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ教えていただけるんでしょうか？はい、はい、どうぞ何が展示されてるんですか？この辺のところはね、はい、あの当社の歴史的なもの、由来とかね、はい、これがね、昭和40年代くらいですね、はい、あの水戸駅のホームの風景です、うん、え、駅のホームでこんな風に売ってたんですね、うん、売店があってね、こんな風にして売ってたんです。竹の缶を入れて、これお土産用ってことですか？です、うん、この辺が昔使ってたね、あの道具とか、うん、こういう道具使ってね、納豆作ってたんです。こう冷やした大豆をここの入れて、下に釜がありますから、うん、そこに水を入れて
火を蒸すと蒸気ができますから、それでずっと上まで蒸すんですね。へー。あとはこういうわらつとに詰めて、こんなふうな室を部屋の中へ棚に並べて、下の熱源は炭とか練炭とかそういうのを使ってました。今現在はどうやって納豆って作られてるんですか？もう今はね、もう全然違います。原理は同じなんですけど、はい、全部機械を使って、発酵室も全部自動でできるようになってます。よかったらご案内しますんで。あ、いいですか？はい、どうぞ。じゃあぜひお願いします。お邪魔します。笹沼五郎商店では希望に応じて工場見学も行っています。あ、まさに藁を使って作業してらっしゃいますね。現在の工場では機械で煮豆を藁に詰めているんです。藁の容器にですね、煮豆、煮た豆を詰めてます。でこの豆にはね、もう納豆菌がついてるんですから。あ、もうついてるんですか？はい。どの段階でつけられるんですか？釜から出した時点で全部こうつけちゃうんです。あ、なるほど。で今こうついてる状態ですから、これを今包装して、もう豆が表面から出ないようにしてます。藁に詰めた煮豆はこちらの発酵室で発酵させます。ちょっと上げてみますね、中ね。あ、いいんですか？はい、いいんですか？見れないよ、なかなか、ね、できちゃった。ちょっと見る影です。はい、中ね、ちょっと蒸気、湿度が高いですから、こんなになってます。あ、なんかちょっと暖かい、暖かいよね、暖かいですね、蒸気が40度ぐらいになってますから。この部屋で丸1日発酵させれば美味しい納豆の出来上がり。工場は近代的になっても昔と変わらぬ味で120年以上愛され続けている水戸天狗納豆。大変貴重な工場見学となりました。続いて2人はしばらく水戸の町を散策することに。するとこんな銅像を発見。徳川幕府、創始者である家康公の11なんですね。だってあれだ、そうだ、あれだよ、水戸城があったんだ、この辺り。江戸時代この地には水戸藩が置かれ、尾張藩、紀州藩とともに御三家と呼ばれました。水戸藩は徳川家康の11男頼房から始まり、明治維新まで11代存続しました。すごくない？これ瓦だよ。これ本当に当時の、当時のじゃないかな、ものなんですかね。すごい、結構深いもんね。水戸城の表玄関である大手門、明治時代に取り壊されましたが、2015年に瓦塀が新たに発掘されたのです。他にもこの辺りは市を挙げて歴史町づくりに取り組んでおり、城下町の風情が色濃く残っています。いやー、でもなんか歴史を感じたら、お腹空いてきましたね。いつもお腹減ったって言ってるよね。そうなんですよ、ちょっと歩いたし、ね、ちょっと歩いたし、ちょっと歩いたし、ね、行きたいとこあるの。また調べてきたんですか？もう準備バッチリじゃないですか？はい、行きたいでしょ。行きたいです。なんだろう、気になるでしょ。気になる。本当。2人がやってきたのは茨城県郷土料理のお店、御鉄無郷庵。ここで渥美ちゃんが食べたかったものとは。鍋を蒸しました。来ました。はい、どうぞ。すでに鍋料理なんですね。そうなの。あんこ、あんこ鍋。へえ。有名なんですよね、水戸ってあんこが。そうですよ、茨城にはあんこがたくさん取れてもらって、あんこは茨城県を代表する冬の味覚。水戸市というと内陸で海の魚とは縁がないように思えますが、北茨城市や日立市、大洗市などと並んで特にあんこう鍋が盛んな地域でもあるんです。水戸藩の献上品として将軍家にあんこうが献上したんですね。へー。これが歴史のあるんです。じゃあ歴代の将軍が食べた味。そうですね、食べたかもしれないよね。かもしれない、歴代の将軍が食べたかもしれない茨城のあんこう、そのお味は。
これは1時間以上かけて取っただしなんですね。この1時間以上。いただきます。あ、いい香り、うん、すごくする。熱々だ、うん、やけどしないね。あれ思ったよりもすっごく優しい味です。そうですか、うん、まあ、ただこのあんこっていうのは 90% 水分なんですよ、これ、ですからこのあん肝の濃さと、まあ、だしの旨味でそれを補うっていう料理なんですけどね。へえ、ね、プリプリですね。もう、もう見た目から伝わってくる。あの鮮度がいいからすごいくるっと回るんですね。ね、うん、幸せだね。美味しいですね、うん、温まる。本当に噛み応えすごいある。プリプリですね、うん、すごい。皮もゼラチン質ですよ、うん、ほら見てください。ほらプリプリ、うん、お、柔らかい。もう見た目でプルンってしてますね。どんな味？全然臭みないですね。いや、臭みは全くないんですよ、はい、ほとんど昨日あたりあったもんですから。もうそれが本当に地元での料理なんですね。あの鮮度がいいというのがね。鮮度って大事なんですね。そうなんです。魚は特にそうですね、ここならではですね。そうですね。お腹も満たされてくつろいでいると突然あの方からメールが。あ、ねえ、村田さんからメール来たよ。なんてですか。ちょっと待って読むね。君たちは水戸でのんびりしちゃってるのかな。僕は今、茨城県高萩市にある若栗フィッシングの森で釣りを思いっきり楽しんでるようだって。本当に遊んでたんですか。早く来ないと君たちの分の魚も釣っちゃうって書いてるよ。ずるい。ちょっと抜け駆けじゃないこれ。駆け抜けるちょっと、ずるい。早く行こうよ。ということで2人は水戸市から車でおよそ1時間茨城県高萩市へ。こちらの若栗フィッシングの森はルアーフライフィッシング専用の管理釣り場。都会の喧騒を忘れ高原の静かな自然の中でゆったり釣りを楽しめます。ちょっと今日来れないって言ってたのに。何やってるんですか。何言って俺釣りしてんのよ。しかも今ヒット中じゃないですか。ヒット中だけど君たちは何しに来たの。いや見てください この格好。そう釣りでもしようっていう魂胆。ね、そうですそうです。釣りでもする。いや、したいです。いや俺だって君たちは道具持ってきてないよ俺。本当ですか。あーレインボーだね。ニジちゃんだね。しかもいいサイズじゃないですか。俺、何って言うと俺休日なのよ今日。嘘。びっくりしたよ。大人でしょ。本物の。そう、大人の休日だから。大人の休日。まさしくですね。はじめさんの休日なんですね。ね、今日は俺の休日ね。まあ、とりあえずまあこの時間は難しいからね。うん、俺しか釣れないから。難しい時間なんだ。ね、朝ね。じゃあ朝、ね、お願いします、ね、ぜひ。はい、じゃあ君たちはどっか遊びに行ってください。若栗フィッシングの森の営業時間は秋から冬の間は夕方4時半まで。お楽しみは明日にとっておきましょう。この後朝一番の管理釣り場を大満喫。いやー、何遊んできたの。楽しかった。良かったよね。こっちの遊びの方が面白いと思うんだけどね。さあこれがですね、はいはいはい、若栗フィッシングの森と言われるところでございます。まずいいとこです ね、うん、まあ、高萩ね、高萩の中で宮間がね、高萩はありますからね、はい、まあ、標高400メーター、500メーターぐらいのところに今ここに来てるわけですね。そう、で今日の朝は、はい、日立がだいたい気温7度、暖かいですね。でそれに比べまして今ここはですね、はい、マイナス2度。マイナスですかここ、ね、つまりそのぐらい気温差が10キロしか離れてないのに、この高萩というところがヒュッて引いて、そんな違うんですね。冷たいところですからマスは元気よ。あ、マスは元気よ。マスは元気、ますます元気、ね、本日の予定はどのぐらいの感じでいきましょうかね。そうですね、私前回、はい、うん、ヤマメをちょっと大きめのを釣ったので、はい、大きい、遅かったの。そうなんですよ、30センチ以上の釣ったので、はい、今回それ超え
ごえしたいですね、はい、ぜひどんな感じでしょうか、はい、私は前回ちょっとなかなか難しかったので、はい、今回キャスティングを上手にやって、おいいですね、あと噂に聞いたんですけど、綺麗なマスが大きいマスが入ってるそうなので、はいはいはい、それをなんとか大きいのを狙いたいなと思います。いい、ね、朝一番、期待を胸にいざ釣り開始。基本的にはあちらこちらに知っているんで普通に投げていただいて、はい、軽く誘っていただいて忘れてないね、ゆっくり巻いてくる、この時糸見るね、はい、糸を見ながら巻いてくる、うん、で糸にこう糸がプルンと動いたら合わせると覚えてるね、はい、覚えてるね、もちろん覚えてます、大丈夫ね、こうやれば魚釣るんで、あーってね、覚えたね、やってみて、はい、はい、今ちょっと、もう一投目でですね、一投目でかかりましたよ、さすがですね、さあじゃあ私たちも負けずにやろうか、見えてるからね、ほらいっぱいいるよ、ね、投げたら釣れるよ、はい、もういい音してんじゃん。管理釣り場は今回で2度目、2人も早速釣り開始、糸であの当たりを取るようにすんのよ、はい、ジャストして、はい、落ちる糸が水平にする、そうですね、糸がたるんでる、うん、この状態をずっと糸を見ながら、その糸が触れたっていう時にもう今後ろに僕の巻いてるリアについてるのね、魚がスリップストリームっていうんだけど、ここで誘いを入れる、で糸を見てる、で糸が見づらかったら水につけてそーっと持ち上げる、また巻く、この間やったようにここで軽くちょんちょんって誘ったりなんかするっていうのやったでしょ、でそれをやりながらやってくる、はい、で大きい魚はちょっと沈んでるから、沈んでるんですか、沈んでるからすぐ巻かないでちょっと待ってみて、はい、で巻き始める。村田さんのアドバイスを生かして無事魚に出会えるでしょうか。おかしいな、触らないな、ちょっと殺気立ってんじゃないの、やばい、もしかして伝わってるんです、あー来た、かかった、すごい走る、おー見える見える、すごい元気ですね、おおすごい、あ跳ねた、よしよしよし、ヒー一回先に巻いちゃったね、来た来た来た、ダブルヒットでございます、見てください、ダブルヒットでございます、もうまさに X ラインでございます、ダブル X になっております、ダブル X どういうことかって、こういう娘たちが使ってるロットがですね、はい、X ラインって言われるこういうふうにこう、ま、巻き込んでるロットなんですね、これ、まあ、それの方がもう上がってきましたね、もう上がってきましたね、はい、なかなかいいサイズなんじゃありません、これはなかなか1投目にしてはいい方ですかね、ありがとうございます、はい、じゃあ行きましょう、あ、はい、うわ一匹目だけは手伝ってあげるからね、ありがとうございます、はい、竿を立てずに後ろに引く、引く引く、後ろに引く、私めっちゃ後ろ下がっちゃった、はい、45.6cm ぐらいですね、 45.6cm ぐらい、はい、おー、はい、見てください、太い太い、前回のとはだいぶ違うんじゃないですか、全然違いますよ村田さん、はい、ほら白です、これロールスイマー白ですね、はい、はい、こんな違うの、はいどうぞ、すごい、でデプってしてる、なんか太くて、うんうん、どうですかこれ、さあそろそろ向こうのお嬢も上がってきますんでね、じゃあもうとっとと逃がしてあげてください、じゃあとっとと行きましょうか、まあ、今回いっぱい釣んなくちゃいけないんで、数をね、はい、村田さん、はじめさん、ほいほい、助けてください、ちょっとね、大きそうですよ、ちょっと大きそうなのはいいんですけどね、はい、この女子はへっぴり腰でございますね、ほらナイスサイズじゃありませんか、良さそうですよ、ね、僕言ったんじゃありません、はい、このぐらいとかね、はい、このぐらいもんと大きいの、こんなのもいるとね、まだ上がってこないもん、いやもういますよ、いますよ、あなんかすごい綺麗だよ、よしお願いします、ほらめっちゃ見てこれ、これのレインボートラウトでございますよ、レインボートラウト、ニジマス、そうニジマス、これ何センチくらいありますかね、日の日の60かけぐらいですね、60ちょっとかけるぐらい、60のトラウト、いやもう始まってそうそう、始まってそう、1匹目、はい、1匹目で目標達成しちゃった、じゃーん、
じゃあ30目指しますね。はい、30目指してください。60センチのレインボートラウトゲットです。すごい重たい。いや、このサイズ初めて。2人ともなんと1匹目で目標達成。これにはこんなわけがあったんですね。管理釣り場はね、朝一がチャンスだから、もう朝にダメよ。よくね、いやー、なんか釣り堀だからいつ行ってもいいんじゃないなって思われてるんですけど、実はですね、オープンと同時に一番強いんです、ね、これ基本でございます。ただここ寒いとこなんで、10時ぐらいまで日が当たらないんですね。ですから、うんと寒い時期になりますと、はい、ちょっとこう待ってから朝にぐらいが良くなる場所はね。ただ普通はこのぐらいの時期であれば基本的に、朝一ね。来たー。あ、ほらかかりましたよ。いいサイズじゃありません。ほらぐりぐり回っておりますよ。ぐるぐるしてます。あ、でもちっちゃいちっちゃい。あ、ちっちゃいとか言ってる。あれちっちゃいとか言ってるよ。ちっちゃいよ。だって村田さん、あ、いけたいけた。はい、入った。そのまんま、そのまんま置いといて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 、はい、だ、はい、これがニジマスとブラウントラウトの違いですね。全然色が違いますよ。色は全く違います。ねえ、ニジとブラウンです。ね、ニジマスというのはレインボートラウトと言いますね。はい。で、この今僕が入れたのがこれブラウントラウトです。ただブラウントラウトもこの点がね、はい、ブラウンの点が点でないやつと。うん。ね、点でないやつとで点がいっぱいあるやつといろいろ言います、ね、このニジマスちゃんね、こんなに違うんですよ。面白いです、ね、これも両方ともマスでございます。いろいろな種類の魚に出会えるのも若栗フィッシングの森の魅力。続いて顔を見せてくれたのはこんな魚。今ピクンって立ったね。今糸がちょっと一瞬たるんだのね。たるんだっていうことは食ってこっちに来たということ。すっごい音してますけど、ジージーしてるもん。え、しかも白かった今。よし、まあ、その場合はね、若干巻きすぎかなぐらいのところで、寄せないと竿が柔らかいんで寄り切れないんですよ、ね、で入った途端にこうベール返す。ここ今ベール入ってるでしょ。これをこうベールっていうのはここね、これ返す。あ、かかった。で、糸を入れる。あずみちゃんまたまたヒット。あ、でもそんな大きくないかな。これ大きくないとか言ってしまった。私贅沢だよ。45センチ級でございます。あ、ちょっと待った、イワナ系が、イワナ系が来てます。違うやつ釣れましたよ。あ、引っ張った。それ引っ張りすぎ。あら、なんかちょっとオレンジ色ですよ。ニジマスはもう分かりましたから、ニジマスだけ、はい、ちょっと先にニジちゃんだけごめんね。あ、危ない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 。ドキ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 。はいはい、釣れました。何が違うか、これがブルックトラウトというんですか、ね、ブルックトラウト。ブルックトラウトで、この主点っていうと赤い点がいっぱいありますよね、はいはい、でこの背中のところに普通は、点々しかないんですけども、うん、こうちょっとトラ模様みたいになるのね、うんうん、ちょっと今この魚見づらいかな、うんうん、いやいやいや、なかなかいい。やったー。しかもイワナ系はほら、もう一つここここヒレの先がね、白いですね。白い。開始わずか30分でさまざまな魚に出会えた3人でした。釣りを思いっきり楽しんだ後はいろりのお部屋で体を温めてはいかがですか。釣りといえばね、この辺はまあ、ちょっと下に下がって日立の海って言ってね、日立の海あったかいぞって言って、この辺カジキが釣れたりとかね。え、カジキ釣れるんですか。そうそうそう、僕初めてカジキ釣ったのここだから。そうね、でカジキも池に入ってる、入ってない、入ってない、ね、って思いました、まあ、でもニジマスすごいね。そうなんですよ、大きくてびっくりしました、うん、ビューティフォーでしょ。綺麗だった。岩泣けとかね、ね、あのジャガーだ、ブルックだっていうところ、ね、あんなに数を見れると思わなかった。そうね、ぜひ皆さんですね、まあ、ここ楽しいところいっぱいありますよね。
まあ、見に来てほしいなと、ね、まあ、もう皆さん、ね、ゆっくりいただきましょう、はい、頑張ってね、うん、まあ、これ俺お箸僕1個しかないね、そうなの、ね、すいませんね、美味しいな、美味しそうに食べる、美味しそう、次回は若栗フィッシングの森で管理釣り場のさらなる魅力を満喫、街歩きは茨城県北エリア、大自然、そしてふるさとの懐かしい風景がたくさん待っています。お楽しみに。